アレクサンドル・ドミートリエヴィチ・ジューコフは、ロシアの政治家。ロシア連邦政府副首相を経て、ロシア連邦議会会員国会員、第一副議長。2010年から、ロシアオリンピック委員会会長。サッカーと、チェスが趣味で、ロシアチェス連盟会長である。英語が堪能。ジューコフ、プーチン、ズップコフメドベージェフ大統領と会談する。 アレクサンドル・ジューコフ1956年6月1日、モスクワに生まれる。1978年モスクワ大学経済学部を卒業する。ゴスプラン付属上級経済課程修了。1978年ソ連科学アカデミーシステム研究所に勤務。1980年から1991年まで、ソ連大倉小通貨経済局に勤務し、 対外経済関係や国際金融部門でエコノミストや部長として活躍した。1991年ハーバード大学ビジネススクールに短期留学し同大学から学位を授与される。同年貿易会社アフトトラクトロエクスポルト副社長に就任する。1993年会員国家会議選挙に立候補し当選する。当選後は増唱。 第一副首相を務めた、急進改革派政治家のボリス・ヒョードロフが代表を、務める、院内会派、前進せよ、ロシアに所属する。同年、ヒョードロフの下で、12月12日自由民主同盟、副議長に就任。1995年会議員選挙では、前進せよ、ロシアから比例区で立候補し当選する。1998年下院予算、税制、銀行、 金融委員会委員長。1999年会員選挙では、祖国、全ロシアから比例区で立候補し参戦を果たした。当選後は、会派、ロシアの地域に所属する。2003年12月会員選挙で、プーチン与党の統一ロシアから比例区に立候補し、当選。4選する。当選後は、会員第一副議長に選出された。2004年3月9日、 第一次、ミハイル・フラトコフ内閣の副首相に任命される。プーチンの信頼が厚く、プーチン後継大統領や首相候補に議されたことも、あった。2011年から、ロシア連邦議会会員国家会議第一副議長。また2010年から、ロシアオリンピック委員会総裁も務めている。2013年9月、国際オリンピック委員会委員に就任。 2014年9月29日、2022年、冬季オリンピックの立候補都市を調査する評価委員会の委員長に就任。2016年7月19日、国際オリンピック委員会は、ロシアが2014年ソチ冬季オリンピックで薬物検査の陽性反応を組織的に隠蔽していたという世界反ドーピング機関の報告を受け、ロシアを リオデジャネイロオリンピックから除外することを検討すると発表した。7月20日、これを受けて、ジューコフはロシア陸上選手のドーピングリオデジャネイロ五輪をボイコットすることは考えていないと語った。7月28日、ジューコフはロシア代表選手団の出発セレモニーに出席し、 リオ五輪のロシア代表選手団の最終的名メンバー構成は7月30日か31日に発表されると語り、選手団はドーピングをしていないクリーンな選手からなると語った。五輪イコール、ロシア委員長、リオ大会ボイコットを否定。ロイター。2016年7月24日閲覧。ロシア選手団、五輪に出発。スプートニク。 2016年7月28日へ閲覧、ありがとうございます。